猿山合戦とは、大英三年八月に下谷国で行われた合戦。宇都宮氏と結城氏は、宇都宮重綱が姉を結城正友にに嫁がせて、同盟を結んでおり、十五世紀初頭に勃発した英承の乱では、両者共に足利高本の古学防養率を目論み、竹林の戦いで共闘するなど良好な関係を維持してきた。しかし、が没し 宇都宮忠綱が当主となると、関係は大きく変わってしまった。両勢力の境界付近にある中村十二号は、影響十二年の有機合戦により宇都宮氏が所有し、その最前線の中村城には、東昇と謳われる中村玄閣を配置していた。この中村十二号をめぐって、両者の対立は激化した。当時の宇都宮氏は、聖綱の活躍により、 小学坊の意向も市中に収め、北関東で最も力のある勢力にまでなっていた。忠綱は、さらなる躍進を狙い、強硬な家中支配の強化などを行ったが、それが家臣らの不満となり、羽が高綱、ね、笠増などが忠綱と対立するようになる。結城正友は、そうした、当時の宇都宮氏の政情を利用し、羽が高綱らに加担し、分裂を促すなどして弱体化を図った。 大英三年八月、結城正友は、宇都宮領に進攻し、宇都宮忠綱は、猿山で迎え撃った。境界付近にある、中村十二号の中村城は、中村玄閣が守りきるも猿山の合戦では、結城氏が勝利し、宇都宮一門の今泉成功が撃たれるなど、宇都宮氏が大敗し、結城氏は、給料の回復を果たした。宇都宮忠綱は、 宇都宮城に撤退したが、羽賀高津ら、半忠綱の家臣が、聖綱の抜子でまだ幼い宇都宮京綱を擁して、反乱を起こし、忠綱の起乗を妨害した。忠綱は、羽頭と対立している重心の身綱棒を頼り、鹿沼城へと逃れた。忠綱は、綱棒の保護下で再起を図るが、うまくいかないまま没してしまう。宇都宮家臣団は、 京都な奥靴として利用し、その結果、剥賀しや三伏の増長が著しくなり、近隣勢力に大きく、遅れを取ることになった。一方、結城市は、勢いのあった宇都宮市を潰すことに成功し、また、数年後には、小山市に一族を送り込むことに成功するなど、その影響力は、北関東随一となり、全盛期を迎えることとなった。ありがとうございます。